オタカラベです。わっしょいってわけでございまして、今日はですね、今日は、とあるところに、レコーディングに行ってきます。イェイイェイ！スタジオに着きました。今日はですね、こんな新しいスタジオでレコーディングをしようかなと思ったんですよ。ただですよ、ただ。聞こえます？聞こえますよね、この音。いや、これあともうレコーディングできんちゃけど。何のために強風に煽られながら来たんですか？僕は今日何のために煽られながら来たんですかっていうことですよ。今日めちゃくちゃ風が強いって。いつもチャリンコでね、行動しようっちゃう。もう超風強くて、もう超砂が飛んできて、俺もう目の中に砂丘ができたじゃないかいなっていうぐらいね、もう目の中にすごい砂が入りながら頑張りながらでってここまで来たのにレコーディングができない。良かれと思ってきたのにレコーディングができないから、僕はもう今からまた家に帰ります。ショックショックだよ、後ろの俺。セッティングタイム。何しセッティングタイム。いつまで続くんだろうこれ。これもう5分ぐらいだ。嘘つけ。永遠続くぞ。永遠続くぞ。おいおいおい。聞いて聞いて聞いて。ジェネレーションギャップ。ちょっと待って。曲違う。わー。ちょっと待って待って待って。めっちゃキレてるやん。ね、帰り待っとるのにめっちゃキレてるやん。あ、そっか。そう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 。喜んでる側の犬を。喜んでる側のやつよ。ちょっと待って、犬じゃなくない。ただいま。ちょっと一回自分で聞いてみてよ。ありか聞いて。はい。ちょっといいか。ないない。ノックノックダウン。さっきみたいな途中にイエーとか言ってもいいですよ。で、居場所ないの後が結構時間あるから、ここでイエーとか言えます。了解です。悪そうな感じの。悪そうな感じ。悪そうな感じ。もうラップラップなんで感じでいいの。イエー。オッケーオッケー。オーライイエーイエーイエー。ノックノックダウン。あーあーわーオーライわーイエーノックノックダウン。あーもう一回いいっすか。あ、ちょっと家のタイミングちょっとおかしい。もう一回いいっすか。キャッツ&ドッグ。いや言わんやん。悪そうな感じ。キュー、キューレコーディング終了でーす。お疲れ様でした。お疲れ様でした。めっちゃおもろかったな。でも笑いの絶えない。このくらいふざけてた方がやっぱレコーディング面白いですね。楽しみにしててください。宝主、はい、本心のこの曲じゃないでしょうか。何面白いことやった方がいい。いや大丈夫大丈夫大丈夫。もう面白いところいっぱい撮ったから。楽しみにしといてください。イエーイ。 See you.